今なお各国で猛威を振るい続けている新型コロナウイルス。世界では感染者が7000万人、犠牲者が160万人に迫る中、日本でも感染が拡大しており、過去最多の感染者数を記録する地域が増え、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者の感染も増加しています。11日に開かれた政府の新型コロナ対策分科会では、感染が拡大している地域に対して、GoTo トラベルの一時停止など、不要不急の外出自粛の対策を提言。こうした中、海外でも感染拡大防止に向けた様々な対策が講じられており、欧米や南米を中心に人が集まりやすい公共施設が閉鎖されている国が少なくありません。日本では幸いほとんどの公共施設がコロナ対策をした上で再開しており、利用者が安心して施設を利用できるように独自のガイドライン等を作成する施設も。入り口の消毒スプレーや飛沫感染防止のシートがあるカウンターも最近ではよく見かける光景になりましたね。さて今回は日本の図書館のある取り組みに対する海外の反響をご紹介します。話題になっているのは紫外線を使って書籍を除菌する図書除菌機。本に風を当て挟まったゴミや匂いを取る機械で、今年10月時点ですでに全国700館以上の図書館が導入。多くの自治体が導入をアナウンスしていますので、設置される図書館は増え続けると思われます。この日本の図書館の取り組みを取材した記事が海外で大きな反響を呼んでおり、ハイテク国家という日本のイメージに非常にマッチした対策だと絶賛の声が殺到。1台70から90万円ほどするそうで、決して手軽な対策といえるものではありませんが、今の時代にはこういう準備の需要があり、今後普及していくのかもしれませんね。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。日本がまた世界の先に行ってしまった。当然日本ならこういう対策をするでしょうね。本を貸し出すすべての施設にこの機械を。日本の公共図書館で除菌機が使われてるなんて本当に驚いた。このアイデアが大好き。シンガポールの自治体もぜひ導入しよう。今の時代にはこういう準備が必要なんだ。日本の図書館はこんな言葉で考えてくれてるとは、とんでもないレベルの緻密さだ。日本は店先に必ず消毒液が設置されてるんだけど、間違いなく図書館もそうなんだと思う。安心して本を借りられるのは重要だよね。除菌機が有効なのはコロナの時期だけじゃない。いろいろな利用者がいるし、バクテリアも付着している。だからこの先インフルエンザからも多くの人を救うことになるだろう。イギリスに設置されるのは100年後かな。こんな機械があと数年で設置されるとは思えないし、紙の上ではウイルスも長くは生きられないわよ。あの光を見る限り体に良くなさそう。新型コロナは本の上で4日間生存するよ。感染するには十分すぎるリスクでしょう。お願いだから世界中の図書館に設置して、子供たちにはこういう機会が必要だから。アメージングジャパン。この国では常に安全が守られている。紫外線でウイルスをなくすのは無理でしょう。実際に有効だよ。除菌機は通常では大気によって遮断される短い波長の紫外線が使われているから。日本の試みの効果を討論して時間を無駄にするのはやめましょう。あなたたちの国の方がひどい状況にあることを忘れなく。品川の図書館には数年前から設置されてましたよ。日本は異次元にあるよね。こんな技術自分の国で採用されると思う？個人的にはさすがにちょっとやりすぎだと思うわ。日本人は何事にも細心の注意を払う。僕はそういう彼らの国民性を尊敬してるんだ。素晴らしいアイデアじゃないか。アメリカの図書館は休館が続いてるけど、この機会があればコロナに勝てるかも。漫画もあるし、日本人は読書が大好きだもんね。だからこういう機会はかなり助かるよ。子供たちが安心して本を借りられるなんて本当に素晴らしいことだと思ったよ。日本は愛と思いやりの国なんです。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。